獣。桃太郎使え。桃太郎使え。俺は桃太郎使え。さあ、キー。俺と合流するんだ。俺30。なんか電話あんま好きじゃないんだよな、俺。電話。電話ちょっとダサいなと思うんだよな。好きな人ほんと好きだけど。声優豪華なんだよな。私たち一番電話好きなんだよな。俺ダブルの方が好きなんだよな。最近初代ライター。初代じゃない、最近平成ライターだと。ダブルか。まあ、ダブルは好きな、面白い、いい要素多いよね、って。なんでこいつ、クソみたいな言い方しやがって、って言って。じゃあお前仮面ライダー龍騎の中、仮面ライダー誰が一番好きなんで、あ、仮面ライダー龍騎の中 A のやつ。マジ A のやつか。 A のやつ名前なんだっけ、わかんない。 A のやつわかんないじゃん。お前は俺仮面ライダーおもちゃ A のやつ。 A のやつ言ってた。王者が好きなとこ行ってみって言われたから、それはあれでしょ、ファイナルベント、アドベント3つ合体させて究極生命体を生み出すところ。まあそれでしょ。なるほどね。じゃあ東大に戻るから。元は暗いのか。明るいよ。まあ降りる、これ登りの手と降りるの人が一緒になったらちょっと面倒くさいね。な、意外と高い。まだあるの？意外と高いよ。まだある、まだある。あれ時計と、あ、ごめんね。結構だけじゃん。高いよ。降りるのないね。あ、着いた、着いた。高いね。ね。うん。そこまで黒い線入れずに飛んで上手くない？やるね。ギリギリ頑張ってる。そう。うん。ギリギリ頑張る。さっきも言ったところか、あれが。うん。面白いね。いや、お、こだまだまだし。なんで買ったんだ。いや、やった。なんで登ったの？なんか気になったから登った。なんとなく。めっちゃ景色見たよ、さっき。あの、その場で見てたから。臨場感ある方で見てたから。まあ。なんか予想ついてたし。てか、そもそもこの辺に試合がどっちがかっぱ高いからね。うん。見えるんだよね、結構。まあ、確かにな。意外と長い会話が。崩してる。出口だ。出口だ。お、出口。よし。朝箱。お、出てきた。ああ。ああ、こっちか。もう今何がどうなって出てきたのかと思った。未知の世界に。なるへそへそへそ太郎。へそ太郎。とっとこ走るよへそ太郎。へそを曲げてるへそ太郎。大好きなのはおへその中のたまになんか詰まってるあの赤みたいなやつ。ちょっと 黒くなってるやつ。ごま。そんなの好きでさ、ペロペロしてたらさ、もう妖怪じゃん。へそ太郎。妖怪、へそのへそごまペロペロ太郎で。へそ赤なめ。へそ赤なめ。赤なめの進化系みたいな。へそ赤なめ。へそ赤なめ太郎。赤なめ太郎って気持ち悪い妖怪じゃん。メス。フラウンミュージアムってことはもうここでやることは終わったな。 Here we go。 次の場所。今回こういう処置で行っているか、こういう感じだから、やべえ、寒い寒いんだろうけど、もうああいうとこ行くと暑いからさ、
上着の調整が効かねえ、うん、な一応これ今回4着持ってきたわ。マジで？あ、4着着る感じになってる最大。あーヒートテック、このちょっとモハモハポーカー、パーカー、あとあのさっき上から羽織ってたやつ、革っぽいやつ、あとは中に一応仕込めるようにあのユニクロのウルトラなんちゃらダウみたいな。あれか、なんとかかあれ便利だからな。ああよーし、じゃあ次の目的地に行きましょう。はい。